日本の芸能ニュースチャンネルの親愛のある視聴者の皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日も盛りだくさんのニュースをお届けしますので、どうぞお楽しみください。それでは、早速本日のトピックスに移りましょう。キンプリの長瀬恋が、スターと車主催のライブで、松本潤との共演について語ったことで、ファンの間で大きな話題となっている。 このイベントでは、金プリのメンバーが初めて、松本潤との舞台に立ち、その熱気と感動が会場を包み込んだ。特に、長瀬廉は、松本さんと一緒に、ステージに立てたことが、本当に光栄で、夢のような体験だったとコメント。彼の言葉からは、彼が、どれほどこの共演に感慨深い思いを抱いているかが、伝わってくる。 スターと社のこのイベントは、アイドルファンにとってはまさに夢のような体験となった。特に、高橋海人も、ファミリー感が強まったと振り返り、このライブが、金プリのメンバーにとって、絆を深める場となったことを語っている。彼らの間に生まれた特別な絆は、ファンにとっても、感動の対象となっており、このイベントが彼らのグループダイナミクスに、 どのように影響を与えたかについての興味は、ますます高まっている。松本潤とキンプリのメンバーが共演したステージでは、パフォーマンスのクオリティだけでなく、彼らの息の合ったチームワークも話題になっている。特に、長瀬廉と松本潤の共演は、新鮮で意義深いものとなり、ファンの間で大きな感動を呼んでいる。これは単なる共演以上の、 音楽シーンにおける特別な瞬間と言えるだろう。ファンにとっては、このような特別なイベントが、彼らの支持するアーティスト同士が共演し、新たな魅力を発見するきっかけとなる。さらに、金プリのメンバーが、今後も、さらなる活躍を期待される中、松本潤との共演が彼らの成長と共に歩む、新たな一歩であることも、大きな注目点となっている。 スタート者主催のライブでの松本潤との全出演集結は、単なる音楽イベント以上の意味を持ち、アイドルファンや音楽愛好者にとって、思い出深い瞬間として刻まれることだろう。今後もキンプリや松本潤が共に歩む未来に期待が、高まる中、彼らのファミリー感が深まる姿が、さらに多くの人々の心を捉えることは、間違いない。 キングプリンスの長瀬恋25が6月19日放送のラジオ番組キングプリンス長瀬恋のラジオガーデン通称にわラジ文化放送に出演嵐松本純40のエピソードやスタートエンターテインメントのファミリー感について語った5月29日に京セラドーム大阪で開催されたスタート社の合同ライブ We Are r e d エスゲットザパーティースタートの準備中に耳を怪我し、2週間休養した長瀬。6月5日と12日の庭ラジオは長瀬に代わって、高橋海人25がピンチヒッターを担当した。長瀬は入院中にウィーアーの映像を見たといい、キンプリの恋はずらいを一人で歌い上げる高橋の姿が誇らしく感謝しているとコメント。会場に駆けつけたファンも、 あったかかったのよと話し、金プリ以外のグループのファンもたくさんいたにもかかわらず、高橋のメンバーカラーである黄色のペンライトを振ってくれ、我々を応援してくれようって気持ちが目に見えて、感じ取れたことが嬉しかったという。長瀬は、うちの事務所だけなんじゃないかなって思いました。こういう景色が見られるのって年、先輩後輩と絡む機会の多さや、ここまで仲が良いというのは、 他の事務所にはないのではないかとしみじみと語った。タレントだけではなく、ファンも含め、一つのファミリー感というか、そこを感じられたから、怪我してマイナスなこともあったけど、悪いことばっかりじゃなかったなっていうのはありますねと、心境をとろ。自身が突如として抜けることで演出を手がけた、松本や、スーパーエイトの大倉忠義39に迷惑をかけたとしつつも、 スタッフさんから、後々聞いたんですけど、松本淳くんが、本番始まる前に、全タレント集めて熱いミーティングをしたんですって。ここ、角がこうだから、ここ入って、みたいな。そこの一体感がすごかったって、と、長瀬の休援が決まった際に、松本が、急遽ミーティングを行ったことも報告。続けて、そこも、松本さんがメイキングとかのカメラ止めて、 って感じになって、ガチで一つになった感じがあったんですって。それもすっごい見たかったなーってとも明かしていた。高橋海人も明かしていた、スターと者タレント同士のファミリー感。長瀬のトークを受け、事務所のタレントとファンのみんなのファミリー感を感じた。悪いことばっかりじゃなかったって言える、強くて、優しい安くん。私も黄色に染まる会場を見て泣いた。 松潤の熱い思いもさすがとしか、安くんと一緒でこの事務所のつながりが大好き。このファミリー感は唯一無二。安くんの言葉で、海ちゃんへの思いやファミリーへの思いが聞けて嬉しい。といった声が、XQ ツイッターには寄せられている。長瀬に代わって6月5日の、庭ラジに出演した、高橋も、We Are に、急遽一人で出演することになった際、 先輩後輩関係なくファミリーのみんなが角、大丈夫かってと、心配してくれたと告白。本番中も支えてくれたりとか、本当に素敵なファミリーだなと思って、何かがあったらみんなで支えるし、バックアップしてくれる、盛り上げてくれるっていうのがこの事務所ならではだなと思って、と、事務所のファミリー感を実感したと明かしていた。 ジャニー北川氏、去年87の加害問題を受けて、ジャニーズ事務所は消滅。4月10日からスタート社が本格指導をしました。ただ、嵐や金プリのように、エージェント契約を結ぶグループ、タレントもいるほか、福田厚志社長58にもそこまで求心力はないと、されています。 それでもタレント同士のファミリー感は今までと変わることなく強固なものがあるんでしょうね。本格指導から2ヶ月が経過。スタートワー、タレント同士の熱い絆で再び男性アイドル界のトップランナーへと踊り出るのだろうか。画像、後ろに天使の羽が見える長瀬恋、高橋海人、おとなしくな黒衣装で揃えたイケメンすぎる密着型組ショット先日。 キングプリンスキンプリのメンバーであるキシユータさんと平野翔さんがシックな黒ベースの衣装で揃えた姿が話題となりました。二人が肩を組んで映るショットが公開されるや否やファンからは歓喜の声が殺到しました。この写真は彼らの魅力が余すところなく表現されたものでファンからはかっこよすぎるてといった興奮の声が次々と寄せられました。 また、平野さんの新しい髪型にも注目が集まり、海ちゃんの耳がちょっと見える髪型良きと、そのスタイルを絶賛するコメントも多く見受けられました。さらに、二人の背後に天使の羽が見えるかのような神々しい雰囲気が漂っているとの声もあり、二人の後ろに天使の羽が見えるといった感想がファンの間で広まりました。黒を基調としたシックな衣装が、 二人の洗練された魅力を一層引き立てており、まるで天使が舞い降りたかのような幻想的な雰囲気を醸し出しています。このように、キングプリンスの二人が見せる一瞬一瞬が、ファンにとって大きな喜びとなっており、その存在が、どれほど多くの人々に愛され、支持されているかを改めて感じさせられます。これからも彼らの活躍に目が離せませんし、 さらなる新しい魅力を見せてくれることを期待せずにはいられません。